バドコリンズ・バドコリンズは、アメリカ・オハイオ州、ライマ出身のスポーツジャーナリスト。本名は、アーサー・ワース・コリンズ・ジュニア、というが、バドコリンズの呼び名で、最もよく知られる。これまで半世紀にわたり、世界的に最も著名なテニス記事編集者、解説者として活動してきた。彼の著述活動は膨大な量に上り、テニス文献執筆者として高い信頼を集め、とりわけ、 バドコリンズのテニス百科辞典はこれまでにご飯の増補改定を重ねている。その膨大な見識から歩くテニス百科辞典と呼ばれることがある。オハイオ州ライマの地に生まれたコリンズは同州のベリアにある私立のボールドウィン・ウォレス大学を卒業し、その後アメリカ陸軍勤務を経て1954年からボストン大学大学院に通った。この頃から彼はボストンに 活動の拠点を置き、間もなく、ボストンヘラルド紙で、スポーツ記者の仕事に就いた。1963年からは、ボストングローブ紙に移り、現在もこの新聞で、スポーツ記事を書き続けている。それからテレビ解説にも、活動の場を広げ、1968年から1972年まで、CBS の全米オープンテニス中継を担当した、あと、NBC テレビで、 ウィンブルドン選手権などの実況中継に携わってきた。イギリスロンドンのインデペンデント誌など、世界各地の新聞やテニス雑誌にも多数の記事を寄稿している。彼の代表的な著書であるテニス百科辞典は、1980年に初版が刊行され、現在までにご飯の増補改定を経ている。1994年、コリンズはジャーナリスト部門で、 国際テニス殿堂入りを果たした。国際テニス殿堂内にある選手評伝はコリンズの百科事典に基づいたものである。ありがとうございます。